Vision with you. はい、皆さんこんにちは。ビジョンウィズユーです。ユタクラ BP というカバンを買いました。これは視覚障害の人のニーズに特化したカバンなんですけれども、インクルーシブデザインって言って、見える人、見えへん人、それからいろんな人が使えるようになってる、そのなんかおしゃれデザインみたいな感じのカバンです。で、今日はこのカバンの特徴を紹介します。まずこれの一番の特徴が、雨に濡れても大丈夫っていう、このね、まず革でできてます。で、牛やったかな、牛の革でできてて、で、濡れても大丈夫なんです。水拭きでパッパって拭いたらいける素材で、しかもこの一番、今背もたれの部分が映ってるんですけど、背もたれの部分1個目2個目って言って、このついてるんです。背中にね、ファスナーがついてて、で、1個目のところに雨よけとか、なんていうか、こう雨がジャーってなってもこう中身濡れませんよみたいな、なんかなんていう、屋根みたいなのがついてて、屋根ってそのでかい屋根じゃなくて、チョンっていう屋根がついてて、その下にももう一個その入れるところ、結構深め、片手バッて入るぐらい、手首ぐらいかな、手首ぐらいまでの深さ。上はでもね、手、片手のこの親指ぐらいかな、親指ぐらいの深さ、他の4つの指がガッて入るぐらいの深さで、外側から全部説明すると、この辺かな、外にこのペットボトルとか、あと白杖が入れれるようなところが2つついてます。右と左と。で、白杖を外に落ちと、なんか白杖を外に入れたりとか、ペットボトル入れてたら落ちるやんっていうのを見越して、なんかね、こういう、ちょっと取れるかな、よし、いけた、こういう、この見えますかね、なんかこう落ちるのを防止しますみたいな、ものがベルトがついてます。はい。で、これは付け外し取り外し可能になってます。で、いいよ、はい。それから、反対側にもついてて、で、このリュックの背負うね、ところはちょっとごついっていうか、細いと肩凝るんですよね、多分この革やから、重いから肩凝るっていうのを見越して、なんか結構分厚めに作ってあります。で、このちょっと下のところ、背負う、ベルトのリュックのところに、下の方に右と左両方あれがついてます。あれ言うて分からへん、なんか小銭入れたりとか、薬入れたりとか、なんかちっちゃい小物、小銭入れたら多分取り出すんミスって、ねこれってなると思うんですけど、こういうの入れれるような場所が2箇所、右と左ついています。で、あとはこの背もたれがメッシュ生地、背もたれがメッシュ生地になってて、右と左に、分かるかな、なんで説明しよう、手首ぐらいの、指先から手首ぐらいの長さで、片手の手のひら2個分ぐらいのスペースで、カバンの背もたれの横に
2つポケットがついてます。物を入れるポケットで、そのちょっと同じファスナーの中にあの鍵をこうガチャって止めるような、でこのリュックのところに手2個分ぐらいのスペースでまたあのファスナーが2個ついてます。右と左メッシュ生地のところです。はい、横に2箇所ついてます。これ多分拡大されすぎて映ってないかも。よいしょ。で2箇所ついてます。この後ろ後ろには、定期をどっちやったかな、ここですね、ここに定期1枚分のスペースがあって、まあ、ここにイコカとかスイカとかなんかパスモとかなんやかんや入れて、こう背負ってビッみたいなのができるようになってるやつがあります。ただこれ私一回ね使ってみたんですけど、あのここのスペースにあのカード入れてちょっとねピッてせえへんかったらどうしようみたいなんでちょっと怖かったです。はいだから使いたい人はどうぞっていう感じかな。でこのカバンは19個ぐらいポケットがあってめっちゃ多いんですよ。で中の説明をしますと、はい、中はまず外のなんていうん、背負ってる後ろ側のファスナーを開けると、開けたら一個ちっちゃいスペース、あ、ちっちゃくはないか、まあ手首ぐらいの長さになってる、まあ荷物入れれるスペースがあって、でここが多分ねミソなんですよ。あのこのカバンのね売りどころ3つ今ね並んでて、あのちっちゃい、だいたいねスマホが入る、スマホとバッテリーが入るぐらいのあの大きさなんですけど、スマホバッテリーが入るぐらいの大きさでだいたいあって、ちょっと見えにくいかな、黒やし、黒ってか暗いし、ちょっと今日で、電気つけられるかな、ポチッとな、あ、つきました。で、まあスマホバッテリーが入るスペースが 1,2 の3個あって、その下に2箇所スマホバッテリーよりちょっと大きなスペースで2箇所あります。あとちょっとなんか入りそうなスペースがありますっていうのが後ろ側の説明で、今度もう一個ね大きいメインどころ何がメインか分からへんけど、あの触ってこのねさっき言ったポケット全部触ってなんていうかな、どこに何入れたか分かるようになってるんですよね。そこがねいいポイント。こんな感じで見える、映ってるかな、こんな感じで 1,2,3,4,5 5個四角いポケットがあって、あとはファスナーのやつが1個あって、まああと余分にスペースがポンってあります。はい、じゃあもう1個のスペースの話をすると、でね、私もまだ使って間もないからね覚えきれてなくて、ちょっとライトがしんどいので一旦消しますが、てか私の方に向いてるからしんどいんやけど、もう一個メインどころは、まずパソコンとか iPad とか入るようなスペースで、もう一個他のものが入るちょっとちっちゃいノートとかね入るスペースみたいな感じで、あとはなんか大きいものを入れれるのと、右と左にちょっと布のナイロンかな、ナイロンのスペースで、まあここになんかシンボルケーンって言ってちっちゃい白杖予備のやつ、ちっちゃいやつ入れとくのもありやし、まあ、こっちにペットボトルの水とか、まあ使ってない折りたたみ傘とか入れちゃうのもいいと思います。はい、
うん、っていう感じで、レクチャーっていうか、あの紹介、このゆたくら BP さんのブラウンです。今からあのあれなんですよ、仕事に行かなきゃいけないんで、ダッシュであの荷造りをします。ほんで、まあ大体のもの入ります。もうハンカチはね、とりあえずなんかもうあれなんで、すぐ使いそうやから、まあこのなんかこの辺とかに、この辺言うて、あの左側のとことかにこうやって置いてみたり、んで、まあ、なんかもう薬手帳やとか、なんやかんやあるんですと、何から入れたらいいの、なんかこういう貴重品とか、こういうまあメモ帳、これはなんかスケジュール帳やけど、スマホとかに撮ったりとかして、うん、使ってるんですけど、たまには何か言われた時に適当に書ければいいなと思って持ってます。これはなんかもうちっちゃいあのメモ帳です。メモ帳すぎやな、こんだけ好きやな自分の書いた字はね、認識しづらいんですけど、てか基本的に読み返さないんですよ、字が。読み返す方がしんどいから、アイディアをこう出せるような、なんていう、書いてこう整理するときに使ってる、なんかボード、紙のボードみたいなやつです。あんま使ってないねんけど、ちょっと疲れたなっていう時にやってますね。付箋とか持ってって、でこれは、ライトです。これね、バイオハザードのシールがどっかに貼ってあんねん、お気に入りです。あんま出番ないねんけど、このライトはなんかまあまあ使うから、この辺で、で、あとはなんか目薬とかね、こういうやつ。こういうのはもう、あれです。よいしょ。もうね、あの、このタリーズのクマのところに、こうやって、こう、後ろチャックあるんですけど、これに入れて、もうこれごとパーンって入れます。ごめんな。なんかちょっとグロいな。こう本で、なんか、例えばお薬手帳を見せなきゃいけない場面の人とかはお薬手帳とか、あ、なんかハリネズミって言ってました、はい、で、あとまあなんかアロマのマスクにつけるアロマのやつとか、ね、仕事で使うから、マスク臭なるやん、なんかなんか嫌やん、なんか口臭とか気になりますね、私だけか、なんか気にしてしまうからね、とりあえずつけてるんですけど、あとはリラックスの効果があるんで、で、あとこれ私のめっちゃ大事なやつ、カメラ、あの入れてます。今日は多分なんか撮るものないから使わへんけど、全然なんか飲食店で働いてるのにカメラ持っていくって意味不明やん。で、あ、そうそう、これあの薬局とかで売ってる鼻通すやつ。で、あとはなんかリップとなんかあの取れへんよっていうやつ名前分かれへん取れへんよってやつです。あのリップ取れへんよっていう。で、これはなんかミッフィーなんですけど、これね、なんかこうアホ毛って言って髪の毛ポンポンってなるやつ、あれを頑張って止めるやつです。ただなんかこれちゃんとなってんのか、どこりよ。で、あのハンカチの隣にいる、これあの今日のお菓子です。なんかせんべい、もらったせんべいを、せんべいな、いつもどこに収納しようか迷うんだ。で、まあこういう匂いのやつ、なんていう、ちょっとした香水とかも、香水はなんかこういうチャック、どっか行ったらどうしようみたいなやつはチャックに入れてます。あとこのなんか湿布、塗り湿布みたいなやつとかも入れて、もしもの時のために。で、まあ大事な
筆記用具、これちっちゃい、間違って買ったんですよね。太いやつが良かったんけど、すごい細いの買ってもらった。ちょっと今ね、好きなのは青と黒です。見分けがつきやすい。でもね、青と黒の見分けがつかへんくなってきてるから、るからっていうか、もうほんのについてへんのですけど、まあなんか青が目にいいよみたいなさ、あるやん、なんかそういうやつ、とりあえず青使っとこうみたいな。で、まあ、またお菓子です。お菓子はもうなんかこの辺に入って入れといて、いや絶対にな、串がち七札とかもうこの背もたれちゃう、何、あの背中のこの外側の方に入れてます。でこれはなんか夜用の薬、ハリーポッター行った時に買いました。これかわいい。そこはもう切ってにぽいってします。でまあお財布とかは絶対外に入れたらパチられるから、背もたれコーナーに入れてます。で、あと遮光メガネは友達にもらったんですけど、筆箱の中に入れて、飲み物とか入れますよって入れてたとこに、だって中の方ね、私は中の方に入れてます。こんな感じかな。はい、あとなんか30代やから気になるから、シワとかあのシミとかのやつです、対策するやつ。なんか夏用のこのちょっと綺麗じゃないかもしれんけど、冷たくなるやつ使ってます。効くんかな、なんか多分今寝ちょってしたからすごいことになってると思う。後で見よう。で、鼻通す、花粉症なんで鼻通すやつを入って入れて、ね、コルセット、大事なコルセット、立ち仕事やからね、コルセットいるんです、はい。でサニタイズは外につけてます。ちなみにリラックマ、別にクマが好きっていうわけじゃなくリラックマなんです。なんとなくね、可愛いからつけてる。で、まあ、あとはなんか薬とかを、なんかこんな感じ、ちょっとずれてるかもしれんけど、こんな感じですね。はい、こんな感じでね、結構入るんですよね。結構入る代わりに、ちょっと重たい。これになんか単眼鏡とか、他のなんかデジカメとか入れると、まあまあ重いんですよ。で、さっき仕事の服入れたんですけど、これの撮る前にまあ、ちょっとした旅行の、まあ、1泊2日とかの荷物やったら余裕で入ります。頑張れば余裕で入ります。頑張ればっていうね、はい、な感じかな、うん、そんな感じです。はい、値段は 22,000円とお高いですが、別売りのポシェットや展示プレートもおしゃれです。ピッてするやつとかさ、背もたれのとこにこのね、何スイカとかイコカとかのピッてするやつをさ、この下に入れるっていうのが実はちょっと怖いんですけど、多分ね便利なんですよ。便利なんで、まあ、私は一応使ってみようかなと思って今日は試みてます。使わない日もありますけど、まあ、こういう定期券とかもこの背もたれに入れて、というわけでこんな感じで、ゆたくら BP の説明を終わります。ちなみにこういう展示プレート、これはなんかオプションなんですけども、今はね、私買った時はキャンペーンでついてきました。はい、オプションなんですが、まあ、展示プレートあるんで、展示プレートだけでもね、可愛いんですよ、結構。これは With You っていうのと、この一番端はね、丸、触ったら丸になるようになってるんですよ。それを注文しました。はい。っていう感じです。というわけで、
今回の、ビジョン with you の放送かんだな、ビジョン with you の放送は終わります。では、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ありがとうございました。